ヘレニズム時代のクリュシッポスの共像のローマ時代の複製。大英派博物館、揃いのクリュシッポスは古代イギリシアの哲学者。クレアンテースの弟子で、その後を継いでストア派の学頭となった。ストア主義、第二の創設者と言われるように、クリュシッポスはストア主義をギリシアローマ世界の有力な哲学の一つにした。クルシッポスの幼児期についてはあまり知られておらず、わかっていることといえば、 タルソス近郊で育ったことくらいである。おそらく、そこで哲学の教えに接したのだろう。相当内産があったが法的にそれを失った後、哲学を学ぶためアテナイに移った。それから、クリュシッポスは、ストア派の創始者である、キティオンのゼノンに魅了され、クレアンテースの弟子となった。クリュシッポスは大の討論好きで、弟子たちから引き出した、批評のどちら側にも立って議論した。また、 一日に500行書かない日は滅多になかったと言われ、700作を超える著書を書いたが、現存しているのは、キケロ、セネカ、ガレノスなどの後世の著作の中に引用された、極わずかの断片だけである。クリュシッポスは、ロバに武道酒を与えた後、その酔ったロバが、一軸の実を食べようとしている様子を見て、笑い死にしてしまったと伝えられているが、この話はどうも眉つばのである。 クルシッポスのイデオロギーのほとんどは、ゼノン、アルケシラーオス、キオスのアリストンの教えから形成されたものである。後には、クレアンテースの教えに染まったが、いろいろな点で不満なところがあり、それは変更することにした。クルシッポスは、徳が魂の本質で、徳、魂、肉体は密接に関連していると考えて、健全な状態では、その三つすべてが共存するために、 調和が必要だと教えた。さらに、好奇さは獲得されるべきものだと主張し、生まれからもたらされる個々の地位、遺産を否定した。我々は、同じ神的起源の産物であり、好奇さは、徳の実証を通して得られうるものだと説明した。クリュシッポスは、個人個人は、社会秩序の公正な安定を維持するために、社会に対する奉仕と親切の段階に到達する。 努力を熱心にするべきだという立場を取った。クリュシッポスにとって特定の個人に向けられるのは英雄崇拝、賛美ではなく不満に足すがるかに重要なものだった。人間は動物と区別されなければならないが、それは人間であることを定義する特徴、つまり、節制、知識、勇気、正直を申し分のないものにすることによってなされる、トストアハは説いた。 ストア哲学の原理は世界は秩序だということである。それからクリュシッポスは次のような結論を導いた。これはクリュシッポスが論理、特に明大論理の問題に関する著作で大きな部分を捧げたものだと言われている。多くのストア派哲学者は現代の運命論の定義に同意しないに違いないが、クリュシッポスはいくらかはその立場、つまり、 万事は運命によって起こるという立場をとっていた。過去は変えられない。起こる可能性があるものは必ずしも起こるわけではないが起こりうる。同様に起こる運命のものはすべて現実的な秩序の中で起こる。クリュシッポスはさらに悪の必要性を説いた。悪はそれに対応するもの、つまり善と相互依存の関係にあり、悪は善の結果なのである。不公正がなければ、 公正もありえない。臆病がなければ勇気もない。嘘がなければ真実もない。ありがとうございます。